これより会議を開きます。国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため本日政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、大臣官房危機管理運輸安全政策審議官藤原義一郎君、大臣官房上下水道審議官松原誠君、大臣官房技術審議官林正道君、総合政策局長榊真一君、国土政策局長黒田正義君、不動産建設経済局長塩見秀幸君、水管理国土保全局長広瀬正義君、道路局長丹羽勝彦君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、公安局長稲田正弘君、航空局長平岡茂典君、内閣官房水循環政策本部事務局審議官片貝俊夫君、外務省大臣官房審議官竹谷敦君及び大臣官房参事官宮本慎吾君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。小宮山康子さん。小宮山さん。立憲民主党の小宮山康子でございます。本日も質疑の方よろしくお願いいたします。さて、私自身は当選以来水に関することの質疑等いろいろな携わってまいりました。下水道であったり浄化槽であったり、また地下水などに携わってまして、水制度改革議員連盟などの超党派の議連の方の副会長もさせていただいております。水ビジネスの市場規模というのは2025年には約87兆円になると予想されております。この成長の背景には世界的な水不足があります。産業用水の需要増加や水源の汚職、地球温暖化の影響などさまざまな要因がその中にあります。また水ビジネスの事業領域には上下水道の整備、インフラや海水の淡水化プラントなどが含まれております。日本の水関連企業は高い技術力があると言われ、その多くが国土交通省所管に関係し、今後成長させるべき産業分野の一つと考えております。今年度から水道行政が国土交通省に移管され、上下水道一体で整備管理が始まっています。これまでの流域治水から流域総合治水管理へ進化をし、水循環政策担当大臣としてこの方針に基づき、本年度を夏をめどに水循環基本計画を改定するべく検討を進めてまいりますと4月2日国土交通大臣としての会見で述べられております。まず最初に上下水道行政の国土交通省所管課に関して質問していきます。この春より上水道についての所管が厚生労働省より国土交通省に移管されました。旧来から国土交通省が所管してきた下水道において、下水道の持つ熱を利用する、下水汚泥の利用を進めるなど、下水道に関してさまざまな先駆的取り組みが実施されております。農業肥料は輸入に多く頼っておりますが、平成20年並びに平成4年、国際価格が上昇したことともあり、国内調達可能な肥料材料について必要性が高まっているところです。下水処理場の沈殿汚泥からリン酸の濃度が高く、肥料原料として利用することが期待され、埼玉県では全国自治体で初めて下水道汚染の燃焼灰を近代リン酸肥料として登録をしております。近代リン酸肥料は国内資源である下水汚泥から作られる肥料の利用促進のため、令和5年10月に農水省で策定した新しい肥料規格であり、農林水産大臣の確認を得た品質管理計画の下で肥料を生産するもので、肥料成分が保証され、肥料会社が肥料の原料として利用することができます。下水汚泥の有効利用には大いに期待されているところでもあります。そこで埼玉県で初の近代リン酸肥料に伴い、今後の
各自治体での取り組みについて国交省としてどのように期待しているのか見解を求めてまいります。松原大臣官房上下水道審議官。お答えいたします。リン酸成分を多く含む下水汚泥資源を肥料として活用することは持続可能な食料システムの確立や資源循環型社会の構築の観点から大変有意義であると考えております。委員ご指摘のとおり、埼玉県では本年4月に全国の自治体で初めて下水汚泥の燃焼灰を近帯リン酸肥料として登録したところです。この近帯リン酸肥料は他の肥料との混合が可能であることからリン酸成分を補うための肥料原料としても使用することができ、下水汚泥資源の利用可能性が広がることが期待されます。国土交通省としても下水道事業者に対し下水汚泥中の肥料成分や重金属の分析、汚泥肥料の流通経路の確保に向けた検討などを支援するとともに、自治体向けの検討手順書や事例集等を通じて先進的な取り組みの横展開を図っているところです。引き続き農林水産省とも連携し、近帯リン酸肥料の登録をはじめとする下水汚泥資源の肥料利用拡大に向けしっかり取り組んでまいります。小宮山康子さん。平成20年の時はやはりリン酸を抽出して使おうとしたけれども、結果として海外の価格がすぐに下がったということで、なかなか日前に出回ることがなかったんです。今後ぜひ安定した供給ができる体制というのもぜひ農水省ともいろいろ検討して続けていただければと思います。さて、河川の上流から海に流れるまでそれぞれの段階においてダム貯水池での対策による機能低下、海岸浸食、過小の材料の貯留化による影響など時の経過とともに機能の低下が生じてまいります。特に河川での問題について取り上げてまいります。河川において対策した土砂への対応についてご説明ください。委員長、広瀬水管理国土保全局長。お答え申し上げます。河川に土砂が堆積することで洪水が流れにくくなることや水門などの操作に支障をきたすことなど、土砂の堆積が河川管理上支障となることがございます。そのため日常的な巡視や定期的な点検などにより河川の状態を適切に把握し、河川管理上支障が生じる場合には環境にも配慮しつつ土砂を撤去するなど適切な河川管理に努めているところです。また地方自治体が管理する河川の土砂撤去に対しては国土交通省として技術的助言を行っており、財政的には緊急浚渫推進事業債を活用することが可能となっております。以上、小宮山康子さん。令和元年におきました台風におきまして、私の地元川越市におきましても、また上流においても大きな水害がありました。入間川流域緊急治水対策プロジェクトの進捗及び多重防災治水多重防御治水の工事状況について説明をいただきたいと思います。合わせて令和元年の水害被害部分の回収などは進んでおりますけれど、市内など 川越市内など下流部分では新たに草木が生え樹木が育ち、河川の堆積土砂が川幅を狭めております。今後豪雨が起きた時の被害が拡大することへの心配は地域住民の関心事でもあります。防災減災治水対策は政治の基本でもあり、被害が起きてからの対処ではなく被害を未然に防ぐための対応も求めてまいりたいと思います。この点に関しまして国土交通省にご見解を伺いたいと思います。大臣からもお願いいたしたいと思います。広瀬水管理国土保全局長。お答え申し上げます。入間川流域緊急治水対策プロジェクトは令和元年東日本台風により甚大な被害が生じたことを踏まえ、この台風と同規模の洪水に対して堤防から越水しないように堤防整備、河道掘削を行うことに加えて遊水地整備、土地利用、住まい方の工夫など関係機関が連携して重層的に実施する流域における対策を取りまとめたものでございます。これまで国において入間川の河道掘削、樹木伐採や越辺川の堤防整備を完了しており、現在は土岐川における堤防整備、越辺川、土岐川における河道掘削、遊水地の買収等を実施しているところでございます。さらなる治水安全度の向上のため、今後、河川整備学に基づき、
稼働掘削、樹木伐採などをさらに実施していくとともに、入間川におきましてもですね、先ほど申し上げました通り、稼働の適切な土砂、樹木の管理にも努めてまいりたいと思います。委員長。斉藤大臣。はい、小宮山委員から事前防災が大切であるというお話がございました。もうまさしく私も同感でございます。雨がこれから激甚化頻発化する、水災害が激甚化頻発化することが予測されていることを考えますと、被害を未然に防ぐための事前防災対策が極めて重要でございます。防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策予算も活用し、上流下流のバランスを確保しつつ、入間川河川改修の推進も含めまして、この事前防災対策しっかり取り組んでまいります。小宮山康子さん。すでに災害が起きるとかなりの巨額な費用が発生しますが、事前防災に、被害を抑えるための、しておいた方が結果として人命もそうですし、物損等も減るということもあります。合わせて今後やはり町の在り方とか、そういったところにおいてもゾーニングを厳しくせざるを得ないかと思います。ぜひ引き続き国交省におきましては、その点に関して地方自治体が判断がしやすいように、そしてリスクを回避できる町づくりに関しての議論も進めていただければと思います。さて、2014年に制定されました水循環基本法では、水を国民共有の貴重な財産であると位置づけた上で、流域にかかる水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならないと打ち出しました。そのことは制定において至るまでの多くの議論が重ねられてきたところであり、これまでの水政策において水行政の分立や水水質、水量をめぐる水問題、河川、水源開発などで行政と地域住民が対立してきたことを踏まえて、それらを乗り越えていくことを目指したものであります。今回の見直しで、流域総合水管理を進めるとしたこと自体は望ましいんですが、この統合管理というんでしょうか、総合管理は地域の実情やそれに合わせて水道、下水道をはじめとする現場での調整する力が発揮されていくことが前提でなければなりません。そうでなければ共有の貴重な財産とした理念を地域から醸成し発展させていくことにはなりません。水をめぐる自治実施と国の責任が曖昧になってこそ成し得る、相まってこそ成し得る施策のはずだと考えています。流域の一体的な水管理、治水対策には何より対立から対話が必要とされるのであり、そのためには1995年河川法改正以来、水行政に求められていた住民参加の実効的な施策が必要であります。今回の見直しについて、こうした住民参加施策を推進していくという方向があまり見受けられません。この何よりも必要な施策の進め方について、どのような考え方なのかお聞かせください。内閣官房片貝水管理政策本部事務局審議官。お答えいたします。現行の水循環基本計画におきましても、流域の総合的かつ一体的な管理は、流域において関係する行政などの公的機関、有識者、事業者、団体、住民等のさまざまな主体により連携して行われるべきものであるとされております。引き続き住民を含むあらゆる関係者と連携することは重要と考えておりまして、計画の見直しにあたりましても、この考えを計画に明確に位置づけて施策の充実を図ってまいります。小宮山康子さん。2018年に水道法改正でコンセッション導入可能とされた際、法案国会審議ではコンセッション導入にかかる多くの問題点、疑問点が議論され、国会ではそれらは解明されず対立立法のまま成立しております。法成立の際の付帯決議では、その決定は現に地方公共団体が住民の意思を十分に踏まえた上での自主的な判断に委ねられるべきことであることを大前提であることをはじめ、多くの考慮されるべき点が示されております。改正水道法による基本方針でも、水道の需要者である住民等は将来にわたり水道を持続可能なものとするためには、水道施設の維持管理及び計画的な更新等に必要な相応の財源確保が必要であることを理解した上で、水
道は地域における共有財産であり、その水道の経営に自らも参画していることの認識で水道に関わることが重要であると示されております。住民の意思の尊重と参加の重要性が改めて示されたものでした。この間政府の水道下水道施策においてはコンステーション推進が予算措置も行うなど強力に進められてはおりますが、コンステーションの問題点の検証は行われず、住民参加を具体化するための施策の方向性なども示されていないのが現実ではないでしょうか。そこでウォーター PPP の取り組み推進はそもそもこうした大前提についての姿勢が明らかにされるべきと考えます。見解を伺わせていただきます。またコンセッション導入の問題点や検証はどのように行われているのかもご説明ください。松原大臣官房上下水道審議官。お答えいたします。上下水道事業は地方公共団体が責任を持って実施すべきものでありますが、民間の創意工夫や経営ノウハウ等を活用することにより事業運営や施設の改築更新を効率的に進められる等のメリットがあると考えており、ウォーター PPP などの官民連携は上下水道の基盤強化に向けた有効な選択肢の一つと認識をしております。委員ご指摘のとおり、住民の日常生活を支える上下水道事業において地方公共団体が地域の方々とコミュニケーションを取ってその理解を得ながら進めていくことは重要であると考えております。特にコンセッションにおいては民間事業者に裁量を与え公共施設の長期的な運営を委ねることを前提としていることから、事業開始前の住民への丁寧な説明が重要であると考えております。例えば水道事業において平成30年の水道法改正時の付帯決議も踏まえ、水道事業における官民連携に関する手引きにおきまして住民への丁寧な説明が重要である旨留意すべき事項として盛り込み地方公共団体に周知を図っております。またコンセッションの検証につきましては国土交通省において地方公共団体等が公表したモニタリングの結果を確認するほか、コンセッション実施中の地方公共団体と個別に意見交換を行いコンセッションの課題等の把握を行っております。例えば宮城県の上皇下水一体型の先行事例におきましては、運営権者によるセリフモニタリング、県によるモニタリング、第三者機関である経営審査委員会によるモニタリングの3段階でモニタリングを実施しており、経営審査委員会ではそのモニタリング結果を運営権者にフィードバックをし、必要に応じて運営方法の見直しを求める体制を構築されております。令和4年4月の事業開始以降これまでに大きな問題は生じていないと聞いており、事業が適切に実施されているものと認識をしております。国土交通省といたしましては、官民連携における住民参加の重要性について引き続き周知を図っていくとともに、官民連携の先行事例を通じ抽出した課題や留意点を踏まえ官民連携の推進に取り組んでまいります。小宮山康子さん。結局のところ問題点というのはほとんど示されていないというふうに思います。パリ等ではフランス等ではコンセッションにしたけれども結局独占的になったとき、他のものが排除されたときには値上がりをし、結果として民営化から、行政に戻しています。そういった事実があるから多くの自治体が導入をしないという、その現実をしっかり見ていただかないと、それでなくても上がっていくという水道料金でありますので、ここに対しては苦言を申し上げて指摘をさせていただきます。さて最後になってまいりますが、今回水循環基本計画を改正することになりましたけれども、この夏に出すといいますが、これ本来であれば来年の夏に出すはずでありました。なんでこの短期間に4月2日に発表して短期間に基本計画を改正することになった理由、背景について簡潔にお聞かせください。内閣官房片貝 水循環政策本部事務局審議官。お答えいたします。水循環基本計画につきましては、水循環基本法に基づきおおむね5年間で変更することになっております。令和2年度に現在の計画変更を行い施策を進めてまいりましたけれども、令和6年能登半島地震における水インフラの重大な被害の発生、それを踏まえました上下水道一体の取り組み強化の必要性など、本年に入りまして水循環をめぐる情勢の変化がございました。これを受けまして政府一丸となり速やかに具体的な施策等の充実を図るため、水循環施策全体を俯瞰する水循環基本計画について1年前倒しで変更を行うものでございます。小宮山康子さん。海外
における、総合的な流域の水管理は IWRM インテグレーテッドウォーターリソースマネジメントに相当するものと考えますが、短期間で新たに整理提言を作るのは、また網羅すべき地下水や治水生態系配慮なども漏れる可能性もあるのではないかと心配をしております。短期間でまとめるのはかなりのチャレンジングなことと思っています。海外からも一目置かれるような計画にしていただきたいと思いますが、この夏の計画どのような位置づけになるのか、また計画発表後の更新進化などあり得るのかお聞かせください。委員長。斉藤大臣。はい、水循環政策担当大臣としてご答弁申し上げます。1年前倒しにした5年ごとの計画を1年前倒ししたということにつきましては、その理由は今事務局から申し上げたとおりでございます。能登半島地震、そして今回国土交通省が上下水道を一貫して担当することになったこと、この2つが大きな原因でございますけれども、前倒しすることによって漏れがあってはいけないというただいま のご指摘はその通りだと思います。見直しにあたりましては、これまで講じてきた水循環施策の効果の評価を行うとともに、地下水、治水、水環境などさまざまな分野の専門家からなる有識者会議からご助言をいただき、しっかり議論検討した上で計画の改定に生かしていきたいと思っております。その上で改定後の計画に基づき今後施策を推進していく中で、水循環にかかる情勢の変化などが生じた場合には必要に応じて計画変更を検討することとしております。臨機応変にやっていきたいと思っております。水循環基本法の理念に基づき、水循環施策の総合的かつ計画的な推進が図られるよう取り組んでまいります。小宮山さん。ぜひ多くの方々の意見を聞いてより良いものを作っていただきたいと思います。ありがとうございました。